ジョージ・ステファノプロス、ジョージ・ロバート・ステファノプロスは、アメリカの政治家、ニュースキャスター。クリントン政権で、広報担当大統領補佐官、大統領政策、戦略担当上級顧問を務めた。現在、ABC ・ワシントン支局長。1961年2月10日、マサチューセッツ州のギリシャ系の家系に生まれる。父親は、政教会の主催だった。 コロンビア大学に進学し、ローズ奨学金を受け、オックスフォード大学にて、進学修士号を得る。オックスフォード大学在学中に、難民キャンプのボランティアとして訪れたスーダンで、クーデターに遭遇している。オハイオ州選出の会員議員、エド・フェイハンのスタッフとして、政界デビューを果たした。1988年の大統領選で、 マイケル・デュカキス候補の選対本部スタッフに加わる。大統領選後、政治から離れるために、ニューヨーク公共図書館館長のティム・ヒーリーの補佐役となる。その直後、1989年に民主党のディック・ゲッパーと会議院内総務のスタッフとなる。1992年の大統領選で、ビル・クリントン候補の選対本部で副本部長となり、当選に貢献。 クリントン政権1期目の報道担当大統領補佐官となる。1996年の大統領選でクリントンの再選に貢献した後に辞職。その後はコロンビア大学客員教授と ABC ニュースのコメンテーターとして活動。2002年9月から ABC のニュース解説番組 This Week の司会を務めるほか、2005年12月からは、 同局のワシントン支局長として活動している。また2009年12月からグッドモーニングアメリカの司会も務める。テレビドラマフレンズやスピンシティに本人役で亀を出演したこともある。ありがとうございます。